海を仕切る白い線が締め切り堤防1959年に発行された小島湾締め切り堤防竣工記念日程小島湾締め切り堤防は岡山県岡山市南区の築港地区から群地区を結ぶ堤防である小島湾管宅地の水不足、塩害、浸水などの問題を湾内に流入する笹ヶ瀬川や倉敷川等の川口域を 淡水湖とすることによって解決しようと1951年、着工、1959年完成した。長さは1558メートル、幅30メートル。国から委託を受けて、岡山県が維持管理をしている。この堤防によってできた湖が小島湖である。定義では、堤防から東を海水、西を淡水としている。堤防完成の 翌々年から道路としても強用されているが、路線バスを除く大型車両の通行は禁止されている。建設費は、農林省20億5700万円、岡山県6000万円、また地元が受益者負担として1億400万円を負担した。当初の計画では、締め切り堤防の用途には、農業用水確保のほか、国鉄宇の線の短絡線と、 岡山市多摩の市間の短絡道路とすることが盛り込まれていた。しかし鉄道と道路は計画段階で放棄され、農林省が土地改良法に基づいて行う単独事業となった。農業用水専用の堤防となったことで、干拓農家組織である小島湾土地改良区が締め切り堤防に加えて小岩堤防の管理も単独で行う必要が生じた。 改良区は管理費を捻出するため、締め切り堤防に道路を作るのであれば有料道路とすることを主張した。一方で改良区以外の関係者は、堤防は国の事業による公共の財産であるとして無料開放を主張した。堤防完成から2年間の協議の末、1961年から有料道路として供用開始。しかし堤防完成で、それまで 陸の孤島だった状態から解放されると期待した、軍地区の住民による無料解放運動は高まり、無料突破デモを繰り返すなどの実力行使が行われた。各種選挙でも争点となり、岡山県議会でも協議されたが、岡山県、岡山市、海良区のそれぞれの思惑が一致せず、なかなか無料解放には至らなかった。1974年、 用水施設の管理費負担は国と県市町村、締め切り堤防は県管理とすることで決着。同年10月、堤防完成から15年を経て無料開放が実現した。無料開放から4年後の1978年には1日に1万台が通過する交通量を記録している。ありがとうございます。